上本敏夫は満州国の警察官、日本陸軍のスパイ。北海道十勝国中川軍本別朝鮮、三里出身。張馬雄こと、谷豊を説得し、長方院として引き入れた人物である。1905年9月18日、開拓農民、上本利七の次男として生まれる。利七自身は農家だったが、家計は鳥取で、 先祖代々戦国時代から続く武家の名家だった。1911年、釧路国アショロ軍アショロ村のアイカップ小学校に入学、三隅小学校高等科を卒業。1920年4月、島根県の祖父宅に渡り、浜田中学に入学。武道では柔道を選択し、背負い投げの神本と呼ばれる。1926年3月、拓職大学四日入学。 大川は明より、イスラム文化を学ぶ。卒業後の1932年1月、海を渡り、満州国治安部の治安交渉へ赴任。1933年4月、千山の同郷寺院である無料館に入門。以降3年間、超道順より武闘派憲法を学ぶ。1936年5月、都門国境警備隊の今春文献隊主任へ赴任。 1938年7月13日早朝、亡命を試み、単独で越境してきたソ連極東内務、人民委員会長官、ン理府リュシコフ3党政治大将を捕獲。以降昭和13年8月から翌1月まで、三王ホテルにてリュシコフの周辺の警護を担当し、大きな信頼を受ける。この活躍が、 陸軍参謀本部の秋草春秋佐の目に留まり、陸軍中野学校へ民間人として、ただ一人特別、第二期生として入学した。1939年7月、再び満州に戻り、アマカス機関ハルピン分室へ転任、ソビエト連邦から亡命してきたトルコ系イスラム難民の保護と同行調査を担当。1941年1月下旬、 マレー半島の実情が把握できておらず、マレー半島で活動できる工作員を欲しがった参謀本部は現地で盗賊として活躍していた谷豊に目をつけた。命を受けたカミボンは昭和通商職宅として万国にクに赴き、そこで谷が投獄されているという情報をつかむ。軍から用意された25バーツの保釈金を大警察に払い谷を釈放。 以降彼の島で行動を共にした。1942年11月、シンガポールの F 機関からビルマのラングーンの光機関に転属。シャンシュートタウンジンの州市長、モントントンタクに定住市長男のモントンミン以下300人のシャンジン青年を指導、ウ南ンナン省からの中国軍ゲリラ対策を担当。だがその間マラリアに感染し、病床に伏す。 同じくマラリアに感染した藤原岩市中佐の説得により帰国することとなる。8月、2人はラングーンへ下り、飛行艇でペナンの海軍基地へと運ばれ、それぞれ別の潜水艦で帰国することとなった。だが、藤原の潜水艦はシンガポールに急遽帰港、病院へと収容された。一方、シンボンの潜水艦は、 南シナ海へと進んだが、1944年9月30日夜、夜間浮上航行中に米軍機のレーダーに発見され、撃沈。去年39。ありがとうございます。